吉田さん、どのように幸せに生きていくのか持ち家なのかそれとも賃貸なのか自分の好きな車に乗るのかそれとも車はお金ばっかりかかって効率が悪いから持たないのか結婚すると幸せなのか結婚したら余計なコストがかかって時間がなくなるから不幸なのかまあいろんな角度ありますで多くの方が思ってるのが例えば15億円の相続ねこれ実はね 一週間ほど前に私見たんですよ、この動画。で、吉谷さんすぐ言おうかと思ったけども、吉谷さんもこの動画を私と同じタイミングで見ると思ったんで、あえて黙っていました。やっぱ見ましたね。すごいですね、これは。おそらくこの動画、見ることになるだろうなと思ったんですよ。で、URL リンクをお伝えするよりも、ほっといて、この私のモチベーション、要するに精神と吉谷さんの精神がリンクするだろうなってことを信じてたら、 そうなりましたね。結構こういうことってありますよね。もう超能力みたいな世界になってきましたけども、この15億を手にした方ってお笑い芸人でカスタネット芸をしていたみたいですよね。全然知られてないんですよね、でもね。で、15億を手にした結果どうなったかって言ったら、芸に対するモチベーションはなくなったって言ってましたね。それ本当にそうだと思います。まあ、その程度で済んでよかったねって話なんですけども、ドラマお金がないではね、小田裕二さんは、 お金を手にして大きな仕事を手にした結果家族を失ったんですよねまあ家族っても結婚してないわけですから実際はあの大沢さんっていうね友人同僚の方とかねそれから三つさんっていう幼なじみの女の子それから自分のあの弟たちね、うん、こういった人たちになんか変わっちゃったねみたいに思われてしまいには借金取りにまで萩原さんあなた変わりましたよね ちゃんんでそんなこと言うんだよ!」とか、ね、言われてねなんかあの借金取りがすごくいい人に見えた瞬間でしたうんいやでも本当にねお金を手に入れてそのお金をコントロールできる方はいいんですよ、ね、例えば15億円相続しましたでも芸に打ち込む姿勢は変わりませんとかその芸の道でなんとか人は待てたいっていうモチベーションは維持されていてああでもないこうでもないって言ってね充実した日々を送ってると。 ただ変化したことといえば、お金がたっぷりあるんで、バイトに行く時間はなくなりましたみたいなね。で、バイトに行っていた時間を全部芸に打ち込めるんで、うわっ、24時間いつも俺カスタネット芸ができるぜみたいな感じでね。もっとその道を追求したりとか、他の夢を見つけちゃったみたいなね。でも、今まで一番打ち込んでいたはずの、この道でのし上がっていこうと思ったものに、モチベーションが落ちるって結構不幸なことだなと思うんですよ。ね。 人生はお金だけではないって言いますけども確かにそうでお金が手に入ってもその次の問題ってまたねお金以上に難しい問題なんですよなぜならお金で解決できることは重厚億もあったらねほぼ解決できるんですよそれなのにモチベーションがわかない人生の目的が分からないつまらない暇だね人間不信になっちゃうこれはお金では解決できない問題ばっかりが押し寄せてくるんですよね で、お金がない人は他の問題点に気がつかないんですよ。お金の問題がダントツで一番だから。だからいつもお金を追い求めていると一定の安心があるっていう意味では、相対的にお金がない人の方が幸せを感じる瞬間っていうのが増えるかもしれないですね。まあどうなんでしょうね、実際はね。私はそうは言ってもお金は絶対だった方がいいと思いますし、 お金があった上で解決困難な問題は当然残るかと思いますので人生は退屈しないということだと思います。いつもね、こう、問題集をやってるような感じですよ。ああ、中学事件が終わったら当面の悩みは消えるのにと思って中学事件終わりました。そしたら中学事件の悩みは確かに消えたけども、うわ、高校事件があるわ、みたいなね。高校事件の悩み。高校事件合格。やったーもう悩みはないぞ。大学事件。またかーみたいな。 大学受験終わったぞもうないだろうと思ったら入社試験。<laughs> 入社試験終わったぞと思った,と思ったら出世のためのね、いろんな競争。何なんだよみたいなね。じゃあ、そういった社会的な義務が全部終わった後、なんかしないけ健康の問題が起きてきたりとかね、親が介護になりましたとかね、彼女と別れ話が出ましたって言って、もうね、何で解決すればいいのかわからない。どんな資格を持っていても、どんな肩書きを持っていても、どんだけ預金口座があっても解決できない問題が次から次へと現れて、ドラマの連続ですよ。 ね、これがドラマだったらね最終回があってハッピーエンドなんですけども人生に最終回はなかなか来ないですからねいってらっしゃい。